あ、そうそう、ほんで料理ね、はい、はい、まずね、鶏肉2キロ、これがね、これで2日分なの。へえ。ほんで、これを解凍します。はい、一応だからもう面倒くさいからもうやってきたんだよね。で、これこうやっといてるよって、こう。おー、じゃあ1日1キロ食べるってことですね。さあさあさあ、1日1キロすごいな。もう食べる量もね、ずっと決まってない。今だったらこれプラスアルファなんだよね。おお、でもさ、ほら、検討でやってるとさ、200g 違ったら嫌じゃない、なんか。100とか違ったら随分違うよ。次の日お腹すくんだよね。あ、そんな。そうそう、なんか分かるんですか。うん、すごいな。俺なんか多分分かんないと思うんですけど。いやいや、ずっと同じものばっか食べてるの分かるって。ああ、まあそれはそうかもしれないです。俺もだってこれジムできてるからずっとこれだよ。へえ。多分この歴は相当長いと思う、鍋歴は。じゃなかったらこんなこと考えつかないでしょ。そうっすね。ね、暇だからさ、まあ暇なのよ、やることがね。だからこうやって手数増やしていかないと時間が潰せないんだよね。ラジオ聞きながらずっとなんか、一日の練習終わってから結構ずっとここに撮ってるんだよね。普通さ、全然こうやって合わないわけよ。で、こっからがこうやってさ、でこうやってずっと遊んでんの。意味わかる。意味わかる。こうやってまたこうやって測って、うーんつって、うん、あ、これちょっと多いなつって取って、でこうやってんじゃん。でまたうまくいって、そう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 、またまたこうやって。うん、これを暇だったらずっとやってるんだよ。もう本当にピタシになるまでずっとやってんだけど。へえ。料理は暇つぶしになるからいいよ本当に。いいっすね。あの、まあ職業が暇つぶしなのかなこれ。人がいないとさ、一人でさ、まあテレビなんか見てても面白くないもんね。テレビとか YouTube 見ててもさ、まあ YouTube ね、そんなこと言っちゃ絶対ダメなんだけど。しょうがないね、本当はね、一番最初カレー粉に入れるんだけど、間違えちゃった順番じゃないとね、なかなかカレー粉がね、あれになんないんだよね、混ざんないっていうか。いつもね、悩むんだよ、ここでね。こうやってさ、まず鶏肉入れるでしょ。カレー粉こうやって入れるんだけど、塩コショウが2回なのね。だけど、何回したか分かんなくなるんだよね、2回。ラジオとか聞いててさ、あーあーああなんて言ってると、やべえ、こういうもう一回かけた方がいいよ。毎日ね、戦ってるんだよ、そういう。くだらない戦いしてると。4つも作ってるとね、絶対1回ぐらいやるんだよね。つまんないでしょ。結構性格もしつこいからね。豆にこうやって、そんなにこねなくていいだろうっていうぐらいまでこねちゃうんだよね。もう今日時間があんまないよっていうので。時間は、何、当ててるわけじゃないし。どうでしょう、見て。どうしますか。いや、サンドバッグってさ、なんか違うんだね、グローブとね。顔向けるよ、あのバンテージして。なんか痛えなと思ってさ、今見たら、これ痛いよね。痛いっすね。地味に痛い。地味に痛いやつ。小指超痛いよ。やべ、塩コショウは1回だよ、まだね。ね、分かんなくないでしょ。やっちゃうんだね、これね。もうビール飲んじゃう。いっちゃいます？いや、まあでもこの鶏肉だけ忘れちゃうからしてますよ。ほら、また喋ってた。もう1回だって、ね、もう1回。もうないっすよ。もう2回入れたっすよ。え、入れたっけ。え、入れてない。入れてないっすよ。1回入れてないよ。多分、ゆずく入れてないと思うけど、3回入れていいんだよ。よく考えると、足んないより足りた方がいい。で、混ざった時入れるんだよね。あ、やっぱでもそうなんだ、ダメっすよね。そう、でもあの、うん、こうやって比べるとあの完全に胡椒が多いから分かるんだよ。ああ、これ入れすぎた、いい感じ。あ、でも、あ、実家？そうですよ。あ、実家だとそっか、洗い物なんかしなくていいんだね。いや、でも自分のやつは自分でやりますよ。あ、そうなんだ。まあ、俺も今の実家っすか、一時ずっと
出てたんだ。出てたっつうか、女と暮らしたいとかもしてた。おいいなぁ、俺も女と暮らしてみたいですいいなぁ、おじさんだとなかなか出会いがないんだよね。そう、なんとかしないとなんですよね。そうなんだよね。天川さんが時間を作るんだったら本当に用意してね、言うよね、うん、すごい人って言えばね、天川さんがいるからだって言えば多分来ると思うんだよ、みんな。だけどさ、仕事して、仕事して YouTube してたらさ、絶対ないよね、そんな時間時間がないっすよね。時間が一個もないよね、うん、で逆にあれじゃない、別に飲み、その YouTube 撮りながらだって、うん、でそこでその終わった後に、なんかあれって撮りながらナンパする、撮りながらナンパするどっちしてやるから、ちょっと付き合ってよ、みたいなそしたらね、まずね、一個はね、焼いちゃうんだよ。なぜだろうね、焼いてもうまいから固定なんだから、ここでやるだいぶ豪華、大変だったよ、もうこんなになっちゃったよ何にも考えて、普通にやっちゃダメなんだね、一応撮影なんだよおいおい、これ、全然見えないっつあ、ごま油っすか。そうそうそう、ごま油、ごま油で、あ、そう、言うの忘れちゃった、ごめん、ごま油をこうやって入れて、こうやってね、あと焼くだけ。あ、なるほど。でもほら、白菜切る映像とかいらないの。いらねえかいらねえ聞いた感じで、うん、完全に3分間クッキングだと思ってるからさ、うん、そこはいるのかなって真剣に考えちゃったよ。振るわけねえっつうの適当に、結構量あるよね。いや、やばいでしょ結構いつも食べちゃう、普通に。おいや、でも料理できる男ってちょっと女からしたら最高でしょ。評価高いんじゃないですか。評価高いでしょ。高くないよ、相当高いだって。誰も知らないじゃん、そんなのまあ、だんだんすけどね。誰に言うの、俺料理できるんだって聞いたことないよ。ん？いや、こいつゲテモ食ってんだから何でも食えるよ。あ、そうなんだ。うん、ゲテモノ好きなの。ゲテモノ大好きっすよ。タイに行った時なんか、やばそう。やばいよ。次元が違う。タガメとかさ、モロのやつか。水カマキリとかさ、あとセミも。あれだったし、沖縄の人セミ食べんだよ。タイの屋台はすごいよ、本当に。ゲンゴロウとかの、でっかいゲンゴロウの佃煮みたいな。食えって言われて、タイ人にこうやってやられたのに、ここでもう、食べ物じゃねえって。もちろんまんまの形っすよ。まあ、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 まあ。いや、無理だな、それ。佃煮なの。お蓋しちゃった、ごめん。またすぐ忘れちゃう。うまそうっすね。そうそう、鶏肉もこんな感じなんで。これが一日なのね、ご飯の量とか。今日何も食べてないから、ちょっと昼間ケーキばっか食べてたね。はい、あります。この後飲みますか、飲みながら。あ、じゃあそうすよね、鍋とこれつまみにもあるし。行っちゃってもらって。